はね、試合10月の試合前のね、子供の運動会で親父が来て、息子と娘がずっとね、あの雨だった、雨で運動会の日が外でできたことがなかったんで、なんか家族揃って運動会というイベントを、家族っていうのは僕と妻と子供だけじゃなくて、妻のお母さんだったりとか、その集まってね、その一体になってこの家族という輪を楽しんでる瞬間っていうのはね、やっぱり一番幸せでしたね。もしかしたら今まで生まれてきた中で一番幸せな瞬間だったかもしれないですね、この前の運動会っていうのは。なんだろう、ああいう場って成長を感じれるじゃないですか。一生懸命走ってる姿だったり、集団行動をしている姿だったり、まあ、上の子も下の子も、彼らが走るのが速かったとかなんとかっていうのも嬉しいんですけど、それ以上に一生懸命やっている姿で、成長している姿っていうのが嬉しいんだなというふうに思えた瞬間だったんで、そこが何事も大切かなというふうにね、思わされましたし、それは多分自分の競技をやるという上でもね、やっぱり一生懸命やらないと、手抜いて勝ってしまったらそれはそれで伝わらないものがあるだろうし、そこの精神性とかが大事だなと思いますし、それをまた家族で感じれたというかね、その大切な精神とか、それを見せてくれる子どもの姿に感動するというね、ことを家族で共感できたというのが、非常に僕にとって、僕たち夫婦にとっては一番幸せだった瞬間かなと思いますね。リレー終わった息子が僕のところに来て、ああもう心臓飛び出るかと思ったよとかって言って言った瞬間に、ああパパも頑張ろうと思いましたしね。だからあれが本当にすごくいいきっかけをくれましたね。そうですね、いろいろ考えたんですけど、まあ、やっぱ、試合、やっぱまあ試合ですかね、格闘技。僕は本当に、なんだろう、格闘技本当、なんだろう、まあ、好きでやってるんで、やっぱ勝ってこう周りにすごいねとか喜ばれるっていうのは僕は一番、まあ、嬉しいことなんじゃないかなって思いますね。そうですね、まあ、去年の、まあ、年末あたりからだいぶこう知名度がまあちょっとずつ上がってきて、で試合するたびにこう注目される度が上がってきてるので、こう毎試合毎試合こう、まあ、嬉しいですよね本当に。まあ、そのために僕も絶対勝たなきゃいけないなっていうのもありますし、まあ、いい試合しなきゃなっていうのもあるんで、まあ、これからも頑張っていきたいなっていうのは毎試合感じますよね。